まった。お父ちゃん動かせなきゃダメだよ。今動かしちゃう。はい、皆さんこんにちは。ここをご覧ください。たくさん穴開いてますよね。これね、おそらくねカニが中にいると思いますので、今からねカニ釣りをしたいと思います。はい、竿は棒と糸、それから、先っちょにね、針をつけましたんで、これにね餌をつけます。はい、じゃあこっちですか。餌貝です。ちっちゃな貝ね、何がいいか分かんないけど、これをね餌につけて、カニを釣りたいと思います。新鮮な餌だね。新鮮な餌だね。カニも喜ぶんじゃないかね。ちっちゃいのがいいよね。ちっちゃいのがね。貝の身をね、ここ身ありますね。これを針につけてカニ釣りたいと思います。簡単簡単ね。これ1個あれば何匹もね多分釣れるんじゃないかなと思いますんで、よし、これでね、挑戦します。いっぱいあるね。あそこの方、足が見えてる。あそこ見えるね、見えるね。入ったよ。入ったね。出てこないな。出てこない、出てこない。あ、出てきた、出てきた。ちょっとそのまましてて、出てきたから。そのまましてて。足が見える、足が。見えるね。見える。今見てる。餌を。出てきた、出てきた、出てきた。待って、でもすぐそこに出てるから。いやいや、見えてる、見えてる。見えてる？はい、そこに出てきた。ほら、ほら。待ってね。ご覧ください。すごいね。すごいね。これは面白いね。もう行っちゃっていいんだろうかね。うん、どうですか。だいぶがっちり挟んでるよ。もうちょいか。もうちょいだったね。はい、じゃあまた別の穴を狙いますか。そう、いっぱいあるからね。さっきのね警戒されたんだろうからね。動かないね。動かないね。こっち側は動いてから、こっち側の穴に入れてみて。こっち側ちょっとハサミさっき動かしたけど、なんか出てこないね。があるかもしれない。あ、また来た、また来るかも。また食べたんじゃないか。また食べてる。よしよしよし、すんげえ。あ、ま、出そうで出ない。またまたなんか、なんかちょっと折れた。まあ、カニね、持つときね気をつけないと挟まれますんでね、
良い子のみんな気をつけてくださいね。よいしょ。はい、取った。おー、はい、かわいい、かわいい。カニゲットです。おー、ね、こうやると挟まれますんでね。はい、ということで、これは何、もずくガニかな。いや、もずくガニはもっともじゃもじゃってなってるよね。あ、そうか。何、渡りガニか、渡りガニの方か。まあまあまあ、うん、ちょっと後で調べてみましょう。ね、じゃあこれありがとう、逃がしましょうか。いやー、ここ面白いね。はい、バイバイ。横に歩くね、やっぱり。うん、カニマニアのカニ歩きだからな。はい、ということでね、カニとの駆け引きですね。穴の中にね、潜り込まれてしまうと、もうビクとも動かないということで餌取れちゃいますんで、穴の入り口あたりでね、あのヒットするとズズズズズっていきましたんで、さっきみたいにね、うん、そこでいかに食わせられるかってとこがね、多分勝負だと思います。じゃあ次行ってみましょう。まあ大抵の穴にいるんだろうけど、すごいね、これに全部いると思う。カニもさ、怪しんでるんだよ。なんで家の前にこんな美味しいものが落ちてるの。大抵家の前に餌なんて来るわけないね。そうだよ。ああ、今の逃げちゃったね。逃げちゃったね。いまいちだね。あ、出てきた。今動かさなきゃダメだよ、今動かしちゃう。もうちょっと挟むと思う。やべ、怪しい動きをして。あの棒邪魔。2匹目ですね、うん、また同じぐらいだね。このぐらいのが一番なんかアグレッシブだね。そう、果敢に来るよね、うん、大きいのは警戒しちゃうね。じゃあ、どこの穴だっけ。あ、行っちゃった。あともう、はい、覆いますよ。ちょっと待って。あ、本当だ。はい、バイバイ、バイバイ。餌あげたらいい。まあいいか。はい、母さんがね、カニ釣ってます。おお、3匹目。ほら、まあ大体このサイズですね。片方のハサミ大きい。片方のハサミが大きい。あ、本当だね。っていうか片方しかない。あ、片方しかない。カニも生えてくるんじゃないかな。まあ私のちょっとズボンのとこに隠れたけど。そうだね、うん、取れちゃったんだね、片方の。はいはいはい。じゃあちょっと捕まえて元に戻してあげてください。よし。はい。これ、戻すよ。あ。よし。バイバイ。はい、行きましたね。はい。はい、ということでね、カニ釣りいかがでしたでしょうか。カニ釣りね、海の中で釣るカニ釣りもありますけど、こういうね、カニの穴釣りっていうんでしょうかね、穴の中にいるカニを釣る面白さ、いかがでしたでしょうか。
では皆さんも機会があったらね、ぜひチャレンジしてみてください。この動画が良かったと思ったらぜひね、チャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。